はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、品塚を書いていきたいと思います。今回書いていく品塚はリクエスト投票企画で1位だったものです。リクエストしてくださった野村さん、そして投票してくださった皆さん、本当にありがとうございます。リクエスト投票企画は現在も実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。結構結構広めに撮ります。で、輪郭は真ん中に線を引いたときに、大体頬骨とか左右で対称になるような形で描くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の描き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。で、この真ん中に引いた線のところに鼻を取るので、先に鼻を描いておきます。で、鼻のような。で、目は上のラインをかなり吊り上げるような形で上げていきます。で、端を上げていきます。で、下のラインをくるくるっとこことつなげていくように。で、下まつげ下。で、上もまつげ下。で、瞳をちょっと横に長い丸で描きます。二重のライン。前にちょっとシワを入れて、で、目の下にタッチを入れていきます。で、目を血走らせていきます。血管を描いて、この中心に瞳に向かってっていう感じですね。で、右目も目の上のラインを吊り上げていって、だいたいこのてっぺんのところの高さを左右で揃えます。で、下のラインに続けていって、で、下まつげ、上のまつげしか、で、瞳を横長の丸で描いて、で、二重のラインで、目の下にタッチを入れていきます。で、目に血管を描いて充血させていきます。で、口はかなり口角を上げて、で、鼻の下の真ん中でちょっと下ろします。で、こっちも大体左右同じぐらいまで口角を
ここですね、高さ揃えたここまで上げていきます。でこちら足を吊り上げて、で輪を描いていきます。で下唇、でこの右側のほっぺのところから鼻を通る形で刀傷を描いていきます。ギザギザさせながら、ちょっと鼻のところでくるっと盛り上がって、で下ろしていきます。でまたギザ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 と、で前髪は最初にこの中心線のところ上に上がったところから分け目を取って毛束を作っていきます。ちょっと毛束難しいんですけど、ここでちょっとねじらせて、でこっちに直していきます。毛先をカクカクさせる感じです。でここちょっとこの三角を作るイメージで描くといい感じに描けると思います。でもう一個三角横に飛び出させて、下ろしていきます。で斜めに下ろして、今度左目の端目が開けて、でここでも横に流していきます。でまた下ろして、ここで三角作って、でこっちに横に流して、でまた下ろして、ここで三角作って横に流す。で右目にかけていきます。ちょっとだけ、で横ももう一個盛り上がらせて、ここでもまた三角を作ります。で左目の端を通して下ろしていきます。でここからグイッと上げて、またここも外に飛び出させて三角を作ります。でここを耳の重なってる辺に切ります。で生え際、毛束、で左目にかけていって、毛の流れを描きます。で反対側、右側は眉毛をギザギザとさせていきます。で毛束を、ちっちゃい毛束を外に出していって、でツンツンの毛束を作っていきます。で横も外をはめさせて、
ここはね、で、ちっちゃいゲタと、で、外はね、で、ちっちゃく逆をはねと、で、右側の耳が来ます。ちょっと角度がつくんで耳たぶしか見えないんですが、大体耳の位置も左右で高さ揃えます。で、毛の流れ入れていきます。で、右側の毛ですね、外羽ね、逆羽ね、で、後ろにちょっと毛束を作ります。で、外側ね、逆側ね、外側ねと、で、毛の流れを入れていきます。この中心からここを来る向こうとこっちに逆に行くんです。で、大福の襟がこの耳の後ろのところから顎に向かって、で、ここちょっと輪郭邪魔なので消していきますね。これはただ輪郭描かないと隠れる部分が分かんないです。で、ラインを入れて、で、ここに刀を構えてる肩がきます。で、上の羽織です。で、背中、で、反対側のタックの立ち襟、で、肩がこう来てこっちですね。で、羽織。で、鎖骨が見えて、胸筋、胸の筋肉ですね。で、ここも傷が見えます。で、右の額の傷を描いていきます。
それでちょっと十字になってる感じですね。で、あとは、眉毛がここ短いんですけど、ちょっとだけ見えてるって感じです。で、ここも傷がこうきてる。で、最後、財布の黒いところにタッチ入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。